南ホイール2018タイムテーブル発表されました。いやエゴイストジャム、エゴイストジャム、大地マンズこと清水大地です。番組公式キャラクターイゴです。よろしくお願いします。南ホイール2018、はい、3日間のタイムテーブルが発表されました。プリントアウトしてチェックしていきましょうか。行きましょう、行きましょう、はい、っていうかね、僕ね、うん、まあ、音楽やってたんですよ。あ、そうなん、うん、やってたんですけど、うん、離れても10年も25年も経つと、はい、あのね、知ってるバンドがほんまにいない。嘘。あ、そう、何組ぐらい。全部でね、多分ね、10個ちょいぐらい。はは、10組少な。あの、バンド名見て、うん、あって曲が出てくるバンド。あー、なるほどね。10個ぐらいしか行ってません。はぁ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 、何年前それ。15年ぐらい経ってる、ね、あ、15年ぐらい経ってんねや。っていうか、イゴくん喋んねや。はい、喋りまーす。10組ぐらいね、うん、はい、そうか、そんなもんなんや。そうです、だから、うん、それこそみんな知ってるみたいな、うん、こう大御所さんたちですよ。バックホーンだったりとか、はいはいはい、ビッグマムだったりとか、うん、グッドモーニングアメリカだったり、はいはいはい、あと、まあ、僕出身堺なんで、うん、デニムズとか。あ、出身やね。こう、うん、行こう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 。道の惑星。我々はやめろやめろ。でも違いますよ、違いますよ、あのバンドじゃないですよ、違います。はい、もう堺出身の神頼みレコードとか、うん、バンドごっこ、カオチレッズとかはやっぱりね、バンド名に聞いたことありますね。はいはい、うん、ほんまにそれぐらいで、うん、もう新しいバンドは全然わかんないですね。この間からの、ね、収録もめっちゃ楽しみにさせてもらいました。あー、それはよかった。じゃあ、エゴイストジャムと関わりのあるアーティスト、バンドから順に紹介していきますか。ですね。はい、それではまず初日、6日土曜日ですけども、アイスカルフですね、この前 CD リリースしたということでインタビュー撮らせていただきました。これがクラブビジョンで、初日3時15分からスタートしますね。で、その同じ並びをメタボリックシンジゲートがおんのよ、フットロック&ビアーズで。そう、同じ時間の並びで。ここはね、はしごせなあかん。そこかぶりやないか。そこ、うん、かぶってる方がダダかぶりや。ダダかぶりです、ダダかぶりです。これはいかなあかんね。しかもね、もう一回ね、うん、使用でイゴくんいません。あ、イゴくんはね、いません。なので僕だけがね、走ります。クラブビジョンからフットロック遠いよ。遠いね。遠い。遠いね。こんだけね、6日バンド俺の中でここ被るっていうね、綺麗にね。ね。うん。ビビるわ。これ走らなあかんタイプですね。ええ。うんうん。まあ3曲ぐらい、頑張ります。3曲ぐらい見てからまたね、終わりの3曲ぐらい見てメタボリックシンジゲート見ようかなと思いますね、うん、で、メタボリックシンジゲートをね、内水くん言ってましたけども、メタボと絶対こうハマるやろうっていうのがベッドインね。3ホールで4時からということで、3時15分の次4時から3ホール、これもね、ぜひともチェックしたいなと思いますね。はい、でもその言ってたね、バンドごっこはその後5時からブロンズですから、まあここもちょっと見たいなと。で、バンド5個、カワシレズのこの並びなんで、ブロモンズは。ここは楽しみですよね。うん。堺のチクタクみたいな感じでね。ここだけ。ちょっと前のね。ここだけ。ちょっと前のね。うん、わかるよ。わかるよ。はい。で、その、まあまあ、でも、バンド5個の並びには、モーモール・ゲバンいるからね、ピキョット。うんうんうん。まあ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 、ここも。ワッツーシゾンビとかも懐かしいよね、この並びで。緑とかね。そうね。そうね、もうほんま10年前ね。ええー、私の時やつら、彼らが最前線。ああ、最前線でしたね。はい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 、わかります、わかります、はい、で、僕個人的にね、気になってるのが数式とライオンですね。グッドロック&ビアーズ5時15分から。ここがね、ジジレコーズって言って、あの、感覚ビューロと同じレベルなんですよ。はい、なのでここはちょっとチェックしときたいなと思ってますね。うん、でも好きっぱらに先もね、ネイブの鳥だったりとかね、するんで、うんうん、まあ本当に初日からいろんなアーティスト、バンドが、うん、いろんなところでライブね、してますね。ね、はい、
まあそれがみなほですもんね。まあそれがみなほですね。もうシンガーソングライターからバンドからアーティストからと本当にいろんなのが出てますんで。 あとね、うん、AT フィールド、すっげえ面白いんで見てほしいですね、うん、AT フィールド、はい、ぜひともチェックしていただきたいと思います。これ、イーゴくんおすすめね。はいはいはい。じゃあ次、2日目いきますか。そうですね、うん、2日目のスタートがアンセプテンバーがファンジェファンジェから、はい、2時15分スタートとなっております。で、その後がかもしれんが3時15分から2部、また遠いわ遠いわ、これ遠いわ、遠かったな。ああ、ほんとに遠い。まあ先より遠いね。うん、端から端とは言わんけども、ええ、うん、端ちょい前から端ね。ええええええ、これ行くだけでも多分15分はかかるんちゃう。うんね、遠いわ。遠いね。うん、遠い遠いわ、遠いわ、ほんまにただただ遠い。で、この中で、まあ、うん、うん、2日目ね、うん、ここね、知ってる場合マジいない。あ、そう、ビッグママとか知ってんじゃん。ビッグママはでも僕のがっつり撮ってない。あ、撮ってないんだ。うん、ライブは見たことない。うんうん、CD は多分持ってたと思うけど。うん、アンセプテンバー、それからかもしれんね。ここはもう端から端までちょっと行こうかなと。はい、頑張ろうかなと思います。で、その後、まあ番組、まあエゴイストジャムと関わりのあるのがアンデンドブームが、クラブビジョンで6時15分からとなってます。はい、バンド結成して、何ヶ月 ?3 ヶ月 ?4 ヶ月ぐらいですか。で、そんなもんだ。そんなもん、そんなもん。で、南ホイール出演ということなんで、まあ、ここチェックしたい。すごいね。すごいすごい。で、その後が、アトランティクスですね。メイメイホワイトシープスが8時からとなっております。はい。アトラン、懐かしいね。いや、俺の中ではもう普通やけどね。アトランは、あれ懐かしい。アトランなんかね、ちょいちょい、うん、出させてもうたり。ああ、そう。うん。入り口のタピオカジュース屋さんが好き。うん、あれもうないんじゃん。え？え？あるかな？はい、チェックしておきまーす。はい。で、まあ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 、そうね。あと僕個人的にね気になってるのがビッグキャット鳥、向井大地くん。はい、同じ名前です。ありがとうございます。すぐ落ちた。ん、はい、まあ、同じ名前っつったらあれよ。何、その日のですね、うん、2日目のこうフットロック&ビアーズに出てる、はい、中村千尋っていう、はい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 、うん、この名前ね、うん、僕が中学校の時に恋してた女の子と一緒の名前。どうでもいい。ラストですね、うん、3日目。3日目、はい、3日目がもう僕はバックホーンを見に行きます。早いな早いな。バックホーンはいつどこ。ね、ビッグキャットのね18時ですね。はい、18時。あー、もう今回は20周年記念ですからね、南ホイール、はい、もう憧れて憧れて、うんうん、もうどんだけ好きかって言ったあのキャシャーの番組としてね、関わりのあるのが暴走ソプラノバイオリンですね。ルイード3時15分となっております、うん、で、その後スタジオ遊びに来ていただいたファンジェイのゼノですね、うん、で、その後はバロンですね、うん、バロンの取り前8時からバンダリー、うん、はい、で、その後ラストがコンパスの取り、うん、8時15分でミスドロップス、うん、はい、エゴイストジャムのイベントコネクトエッジでね、出演していただきましたので、ここもちょっとね、チェックしようかなと思っております、うん、いや、こうやって見るとね、本当もう400組以上ですよ、アーティスト出演、いたしますけども、まあ、さっと行きましたけども、うん、ささっと行きましたけども、いやー、これはね、本当エグいね。そうね、あと最終日やと僕ね、うん、ノッカートモンキーはね、うん、あ、ノッカートモンキーね、そうそう、昔のね、パンクスプリングのオープニングアクトで見たことがある、うん、あ、そこ、はい、パンクスプリング、パンクスプリング、はいはいはい、僕はもうボイスで見てました。あ、昔、そうそう、ボイスでまだインディーズでね、活動してる。なんかまあヒルズパン工場ってわかりますよね、なぜならビームだからね。
そうそうそう。ほっ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 。そういうことね。そういうことそういうこと。ノクノモンキー。ビーズの後輩になるよ。あ、なるほど。そう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 。あとね、うん。あとね、ちょっとね、うん、バンドでもないんですけど、気になってるのおるよね。うん、うん、うん。何？こう、ファンジェットワイスの。あ、トワイスも。9時から、21時からの枠に注目していただきたいんでございますが、はい、ね、デギモっていう、あ、はい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 、知ってみては知ってるんですよこれ、うん、ソールドアウトっていうラップの人が言ってたでしょ。せやあれの MC さんなんですよこの人。確かに中学校の時にね、うん、ソールドアウトウェカピポとかでめちゃくちゃ流行った。あー流行ったね、僕らもね、あれを歌えるようになるまで練習したっていう。なるほど。ありまして、なるほどなるほど、これ歌えたらモテるやろっつって、はい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 、まあ当時めっちゃ流行りましたからね、流行ったもんね、もうね、っていうか言うのもあって、うんうん、ちょっとこれ見たいな。うん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 、確かにそう見ると非常にこう豪華なメンツの3日間ですね。あ、昔やめろ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 、そんなことないそんなことない。でもちろんね、まあ、知ってるバンドもいればもう知らないねバンドアーティストもいますけども、うん、まあフラッとね、寄っていただいて、あ、なんかこう近くに寄ったからなんか来てみたっていう感覚でね、ぜひ新しいねアーティストとかバンドとかと出会って、あ、このバンドってこういうアーティストだったんだ、あ、こういう曲だったんだとか全く知らなければね、こういう曲、あ、めっちゃかっこいいなってね、この400組はほんまよりすぐられたね400組なんで、ぜひともね、どのアーティストもおすすめです。そうそう、あのね、三角公園とかね、うん、近所の店でね、なんか飲んだりするぐらいやったらチラッと入って、うん、いっぱい頼んで、うん、で、やめろやおい、バウンダリーが言うてたよ、バウンダリー言うてた、バラードやったら帰らないでくださいって言ってたよ。バラードでも、うん、引き込んでくれれば、確かに、そこで涙しながらこういっぱい飲み切るわけじゃん。ああ、そうね。見て。うんうん。っていうのができるのが南ホイールなんでね。うん、確かに。いや、確かにとは言いたくないけども、うん、分かる。でもそういうことね。ただね、はい、1個だけある。うん、何？そうやって入ってみないと、うん、いいバンドに出会えない。ああ、確かに。それは絶対そうです。本当にそれ。確かにそうです。はい、ね、モッシュダイブは禁止ですからね、気をつけていただきたいなと思いますけど。モッシュダイブ禁止ってあれどうなの実際。何が何がどういうことどういうことどうしたどうした。ん、私15年前のメロコアパンクハードコアあたりでやってたんですよ。はい、はい、うん、はい、うん、モッシュできないダイブできない、うん、ライブ、てんてんてんです。これ以上は言えません。これ以上は言えません。番組、こう、番組。番組、番組。その手。いろんな、いろんな。コンプラ、コンプラ。コンプラ、コンプラ。コンプラ。いろんな人見てるから。コンプラ。いろんな人見てるから。いいよとは言えないから。わーお前そこ P やわ。わーそこ P やから。ダメダメ、言うたか、言うたか。はい、わかりました。はい、元気にね、本当に遊びましょうと、はい、いうことで。はい、で、まあ必要なものね、やっぱりね、ありますけども、まあ必要なものはやっぱり、僕の中ではモバイルバッテリー大事かなと思いますね。ツイッターはね、やっぱハッシュタグみなほでつぶやかれてるんで、まあどういう風になってるのかっていうのは常に追いかけていきたいなと、はい、ね、つぶやいてるのが、まあここはこうだよ、ここはこうだったよみたいなのね、それを追いかけていきながら、どこが規制がかかってるのかとかね、規制もやし、みなほとかで面白いのって、うん、ツイッター見てれたりすると、うん、当日出てないね、ちょっと大きいバンドの人が、うん、急にさんが公園で歌い出したりしたりするもするんで、それもあったりとかするし、それをね、写メで上げてる人なんかもね、いたりとかするんで、ね、そういうところがね、情報を拾うっていうのもね、ありだと思いますし、楽しいんじゃないかなと思います。で、僕は6日7日8日と、もう3日間遊びに行きます。はい。いってらっしゃい。イゴくんは6日がね、うん、ちょっと予定次第なんですけど、はいはい、7日の夕方ぐらいから参戦できるかな、
なるほど。あとね、6日にね、帰ってもしようがね、6日中に帰ってこれるかが分かんないです。なるほど。なるほど。なんかどっかあの放牧かなんかとか行くの。ね、和歌山の方まで。和歌山の方まで。以後、以後不在です、6日は。で、7日の夕方から。ええ。8日は ?8 日はね、うん、おそらく大丈夫。大丈夫ということですね。7日の夕方からと、夕方の、だから、7、8はまあまあ、一緒に動いてるんじゃないですか、ね。なるほど、なるほど。はい。なので、見かけたらね、ぜひとも声などもかけていただければなと。僕、この頭で行った方がいい。それはイーゴくんやろ。中野。やめろ、やめろ。イーゴくんはイーゴくんです。はい。エゴイスジャムの公式マスコットキャラクターはイーゴくんです。はい、なのでイーゴくんと一緒に僕は動こうとね、思います。ね、合流したら動こうと思いますんで、はい、てか実際さ、うん、何この頭でみんなが回って怒られねえのかって思います、うんうん、誰が怒る三角公園の横に、うん、そういう人たちが住んでるところがあるじゃないですか。はいはい、おまわりさんね。それは大丈夫でしょう。大丈夫かな。それは大丈夫大丈夫。まあただ乾杯するとき大変ね。ストローいる。はい、ストローがいる。はい、また行きます。はい、まあそんな感じでね、3日間動こうかなと思いますので、はい、まあ、ぜひね、見かけたら声などもかけていただければと思いますし、また皆さんもですね、あのどういう風に動くか、また僕はこういう風にね、このアーティスト目当てで行きますよなどがねありましたら、ぜひコメント欄ね、お寄せいただきたいと思いますし、でまたライブハウスの中でね見かけても気軽に声かけていただければと思いますからね。はい、僕からはそんな感じですけど、イゴくん何かありますか。なんかね、うん、清水くんがね、うん、見かけて、うん、声かけたら何かくれるんだって。何も用意してないよ。何がいる。何も用意してないし、シールでも作ろうか。あ、シールで、あ、これか。はい、わかりました。できる限りのことはさせていただきますんで、はい、声かけていただければと思います。マジか。はい、じゃあしましょうか。頑張って。お前も頑張れよ。ん、いや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 、いいご、も頑張ってくださいね。はい、じゃあこの辺で。そうですね。はい、あんま長なってもあれなんで。そうですね。はい、じゃあそんな感じで南ホイール一緒に楽しみたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。お相手はエゴイスジャム大島のことを清水大地といい子でした。はい、ありがとうございます。エゴイスジャムよりプレゼントのお知らせがあります。ラジオ DJ として幅広いジャンルの音楽に触れている僕、清水大地がおすすめする曲を紹介した PDF を月替わりでお届けします。いろんな音楽を知りたい方や、どんな音楽を聴けばいいのか悩んでいる方はぜひ受け取ってください。プレゼントの応募方法は、エゴイストジャムのチャンネル登録の上、動画概要欄にあります LINE アットに登録して、ダウンロード URL をゲットしてください。皆さんのご応募お待ちしております。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。また、動画作成の励みになりますので、コメントもお待ちしております。そして、紹介してほしいアーティストがいましたら、ぜひ教えてください。じゃ、またねー。